皆さんこんにちは、スーパーしおたんことしおりです。本日は横浜の新大久保を離れて戸塚駅にやってまいりました。戸塚駅といえば品そば屋という話を聞きつけてこちらにやってきたんですけども、品そばってそもそも何なのって思って調べてみたら、品そば、中華そば、ラーメンは時代の違いだけとのこと、全部同じなんかいということで謎が解明されたところで、早速食券を買いましてお店に入ろうと思ったら、開店10分後にもかかわらず並んでたんですね。さすが人気店。店内に入って見渡してみたら、あちらが社長さんかな。いや怖っ。何やらカップラーメンも5月に出しててファミマで販売中らしいです。というわけでラーメンとのご対面。見てください、この上品な佇まい、透き通ったスープにジューシーなチャーシュー、そしてこの綺麗な細麺。まずはスープからでしょってことで、早速一口スープをいただきまして、この表情。もう味も見た目通り、なんかこう優しいような、でもガツンとしたラーメンらしさもあるイケメンラーメンでございました。最後はね、胡椒も入れて食べてみたんですけど、爽やかイケメンからオラオラワイルドイケメンになっとる。皆さんもぜひ戸塚に降り立った際は行ってみてください。それじゃあバイバーイ。